はい、ドメさんこんにちは。本日はですね、こちらのネギを使ったレシピをやっていこうかなって思ってます。なんとこのネギ何本入ってるの？6本入りで結構ぶっといネギなんだけども、これでなんと価格150円でございます。さあ、そんなねお得なネギを使って今日はやっていくんですけども、でね、ちょっとね今ねもう時間なくてね、ちょっと数時間後にはもう家をちょっと数日間開ける予定で、でちょっとね悪くなっちゃいそうなこちらのねネギをねちょっと調理しようかなって思ってます。さあ、よろしくお願いします。じゃあちょっとまず泥を落とさないとだな。はい、泥を落としてちょっと軽くね根元切ってきました。いや、思った以上にあるな、量がこれまあね、こっからまあ料理するわけなんですけど、とりあえず輪切りにします。はい、3本くらいちょっととりあえず切ろうかな。でね、今日作るレシピなんですけども、一応ね何にでも使えるまあ薬味みたいな感じで、まあイメージしてもらうのは瓶詰めのなんかよく売ってるじゃないですか、なんかなんだろうな、メンマとかさ、ネギガラシとかさ、なんかそんな感じですね。そういうなんかご飯にも合うし、ラーメンにも合うし、みたいな。そういうやつを作っていこうかなって思ってます。で、いつも通り、あんま包丁さばきは得意じゃないんですけども、ちょっと3本いっぺんに切っていこうと思って。で、今日は今これ輪切りにしてますけども、今日はこれ、普通にそのまま青いところも使っていこうかなって思ってます。いや、すごいな、楽しみだな、完成すんの。で、このネギは全部、このザルの中に入れていきます。今自分無心でこうやってネギ切ってんすけども、そう、この後ねちょっと旅行行こうかなって思ってて、まあ、旅行行こうかなって思ってて、まあ、行く予定なんですけども、目的地がまだ決まってないですよね。そう、目的地のない旅行をね、まあ、しようかなって思ってるんですけども、そうなんでね、ちょっと連休久しぶりにもらえたんで、まあ、その連休使ってまあいろいろちょっと楽しんでこようかなっていうところですね。これ青いところも全部使っていくんで、本当食品のなんだろうロスは本当極力少ないレシピとなってますかね。だね、俺結構青いとこ好きなんですよね。結構嫌ってそのまま捨てちゃう人とかいると思うんですけども、いや普通に全然食べれる箇所なんでね、みんなできるだけ工夫してね食べていきましょう。すごいでしょ、青いところだけでもこんだけあるんだよ。切り終わりました。したらザルに移していきます。見てください、こんなに山盛りになりました。そしたらね、これをね水洗いしていきます。で、これ今から水洗いしていくんだけど、これなんで水洗いするかっていうと、ちょっとねこのままだとね辛すぎるんで、ちょっと一回これを揉みながらこれ洗ってちょっと辛さを落としていきます。ほらこんなに緑に、よーくねこれ洗ってっていうか、まあ、揉んでこのぬめりみたいなものを落としていくっていうのがイメージとして分かりやすいかな。水はだいたい5、6回ぐらい交換したかな今。はい、まあ、やりすぎちゃってもあれなんでね、ちょっとここら辺でおしまいにしときます。そしたらまずここにキッチンペーパーちょっと出してもらって水気を拭き取ります。なんで水気切るかっていうと、薄くなっちゃうんでこう切らないと味が。でこのネギなんですけども、こうやってちょっとまあ一つかみぐらい持ったらこう絞っちゃいます。もう絞り方は人それぞれ、もうこうやって俺なんかがっつり絞っちゃうかな。そうするとネギの汁が出てくるんで、で絞ったら、まあさっき用意したキッチンペーパーの上に移しちゃいます。これやんないとね味がね、なんだろう、ぼやけるっていうかなんか薄くなっちゃうんだよね。なんでこれよくやりましょう。日頃の鬱憤を晴らすかのごとくネギこれ握って大丈夫です。自分なんかはもう今日ね、職場のね、おばはんにね、めちゃめちゃ嫌味言われたんでね、そいつをもう叩きのめすかのごとく、この今ネギをね、握りつぶしてます。はい。そうするとね、だいたいこんなもんかな。今切って、なんだろう。
辛みを抜いたものがこんなくらいありますね。そしたらこれなんですけども、あの今からこのタッパーに移しちゃいます。でこうやってもういっぱいいっぱいになるまで移しちゃっていいです。てかむしろタッパーこれ足りねえな。そしたらだいたいこんなもんになりました。タッパー2つ分ですね。結構な量ありますね。そしたらね、どうしようかな、タレですね、タレ作っていこうかなと思います。でタレの配分なんですけども、ねまず酒っすね。酒をね、だいたいどうすかな、こういう方が分かりやすい、酒100ぐらいかな。酒100のみりん100の醤油、醤油も100ぐらい入れていきます。こんなもんかな。はい。んであと酢ですかね。あの調味料のこだわりは、あの正直何でもいいとも思ってます。あの特にこだわりとかがなければね。今大さじ1ぐらい入れました。であとごま油、ごま油好きなんですよね。ネギとねごま油ってすごい合うんですよ。うん。で作ったタレね、今このタッパーの方に移しました。でまあこれラー油とか入れるといいかなって思います。結構お好みで。こんな感じでどう？美味しそうじゃない？でまあこれで完成なんで、あとはこれに蓋して1日くらい寝かして完成って感じですかね。1日。うん、こんな感じです。はい、そしたら数日後に会いましょう。そう、漬けたネギを食べていきます。めちゃめちゃうまそうや。うまっ、うまっ、うますぎる。てかもうなくなっちゃいそうなんだよね。ラーメンに使ったりそのまま食ったりしてて、ネギ3本分のこの薬味がなくなっちゃうから。うまい、うまいぞ。